あいまいみまい、みーでーす。はい、私は今、ベトナムのダナンにいまーす。イェーイ。はい、私は今ね、ベトナムのダナン2日目なんですけれども、私はなんと、ベトナム2日で、ベトナムとバイバイでーす。はい、ホーチミンを合わせたらベトナムは3日間いたことになるんですけれども、私は次の国に移動します。ベトナムにもう留まることはありません。ということでね、私は今からなんと、どこに行くと思いますか？シンガポールに行きまーす。やばいやばい、シンガポールだ。シンガポール行くの初めてなんだけど。っていうことでね、現在の時刻朝の8時なんですけれども、今日ここに泊まってるホテルの朝食をさっき食べてきて、今8時に撮影してるって感じで、順調なの。やばくない？私が順調に朝起きれたの。っていうことでね、そういう奇跡が起こったということで、シンガポールでも大丈夫でしょうということでね、今からダナン空港に向かいたいと思います。はい、そんなこと言ってね、全然時間がないんです。8時にチェックアウトしないといけないのに、今7時58分でございます。ということでね、あと2分しかないので、とりあえずチェックインして、違う、チェックインじゃない、チェックアウトしてダナン空港に向かいたいと思います。ダナン空港まではね、多分800円ぐらいで行けると思うので、タクシーで。なのでタクシーを今から呼んで、ダナン空港までレッツーゴー。はい、ということでダナン国際空港に到着しました。聞いて、やっぱりさ、前回の動画でも言ったんですけれども、このグラブっていうタクシーアプリで、日本人とか観光客がタクシーでぼったくられないように値段が設定されている紙アプリがあるんですけれども、そのアプリを使ってもね、やっぱりね、勝手にチップ取られるの。いつも私はタクシー乗った時に100円ぐらいかな、50円から100円ぐらいのチップを渡すんですけれども、なんかね、グラブのアプリ使って乗った観光客はあんまりチップを渡さないと思ってるのか知らないけど、勝手にかさ増ししてね、チップ取られんの。今日はね、200円ぐらい取られました。そんな取らなくてもあげるのにって感じなんですけれども、とりあえず空港に着いたということで、とりあえずね、チェックインをしていきたいと思います。あ、8時半に到着したよ、空港に。予定よりも20分ぐらい早い。私偉すぎない？本当に。ということでね、こんなにベラベラ喋ってたらまた遅れちゃいそうなので、とりあえずチェックインします。はい、ということで無事チェックインできました。聞いて、チェックインにさ、2、30分ぐらいかかったの。なんかね、シンガポールに行くにはワクチン証明書とか結構いろんな書類がいるんですけれども、ワクチン証明書のことをなんかスタッフの人がバッシン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 とか言って、え、バッシンっていうのを永遠に繰り返してて、したらバッシンバッシンって言うから、あ、もしかしてワクチン証明書のことって思って、チェックインの時に見せるって分かってなくてさ、それが通じなくて2、30分ずーっとバッシンバッシンって言い続けられてました。でしたで、最初から言ってくれたら分かるのにさ、私の目見てバッシンバッシンしか言ってこないから、本当に何のこと言ってんだろうと思って、バッシンっていう言葉をさ、サファリで調べても全然何も出てこないしさ、意味わかんないもの出てくるから何だろうと思ったら、ワクチン証明書のことでした。ということでね、いろいろ手間取ったんですけれども、無事チェックインすることができました。ということで、私はちなみに11時10分のベトナムエアラインズという飛行機に乗ってシンガポールに向かうんですけれども、現在の時刻9時。やばくない？搭乗するまでまだ2時間あるの。ということで、私は今からちょっと行きたいところがあります。はい、どこに行くでしょうか。ちょっとそこまで一旦向かいたいと思います。はい、ということで、とりあえずこのデパーチャーズの中、入国審査をして中に入りたいと思います。はい、ということで、入国審査と手荷物検査が終わりました。ちょっと私さ、多分ピアスが引っかかったのかな。手荷物検査の時とか身体検査するじゃないですか。その時に1回引っかかって全身くまなく触られました。胸のね、谷間とかもちゃんとね、検査されて徹底してるなって思いましたね。はい、ということで、私が行きたかった場所、今から行きたい場所を紹介したいと思います。私は今からなんとラウンジに行きます。やばくない？ラウンジに入れるんだよ、ラウンジ。しかもこのベトナム航空のラウンジめちゃめちゃ豪華らしいのね。めっちゃ豪華だし、食べ物もたくさんあるし、とりあえずすごい豪華っていうので有名らしいから、そこに入れるということでワクワクしています。ということでね、私がなんでラウンジに入れるんだ、この小娘がなんでラウンジに入れるんだって皆さん思いますよね。はい、今回なんで私がラウンジに入れるかというと、視聴者の方にみーちゃん楽天カード作ったらいいんじゃないって勧められて、私は今回楽天カードを作ってきたんですけれども、そしたらプライオリティパスというものがもらえるんですね。そのプライオリティパスを持っているとラウンジに入れるの。すごくない？教えてくださった方ありがとうございました。ということで、私はこの楽天カードのプライオリティパスを持っているので、今からラウンジに入れるということで、ラウンジを少し紹介したいと思います。やばい。っていうかね、結構ね、行きの成田空港は全然免税店とか開いてなかったんですけれども、ダナン空港は結構開いてます。入国審査が通って中のお店はこんな感じですね。結構開いていて、人もね、まあまあいるので、成田空港よりは栄えてるって感じですね。ということで、ラウンジまで行きたいと思います。ラウンジでは静かにしないといけないよね。それではレッツゴー。はい、ということで、ラウンジの目の前までやってきました。オーキッドラウンジ2です。それではね、手続きをしていきたいと思います。すごい、こっからめちゃめちゃ豪華なんだけど。あー、楽しみ、早く入りたい。ハロー、
それでは中に入っていきます。見てすごい、めちゃめちゃ広いよ。見てここにアップルのパソコンもある、すごい。ちょっと本当に静かで穏やかな場所なので、私もエレガントに落ち着いた女性に今から変身したいと思います。チャオ。中国人と間違えられましたね。え、待って、すごいんだけど。私朝ごはんさ、ホテルで食べたばっかりなんだけど、全然お腹空いたから今から食べたいと思います。美味しそう。何から食べようかな。トウモロコシとかシューマイ、見てなんか不思議なアンパンみたいな、アンパンじゃないわ、肉まんみたいなものもありますとか、あとはウインナーとかチャーハンもあります。すごい、こんなに豊富だったの。見てなんかこの卵かわいいね。待って、こっちには飲み物もあるよ。あ、スプライト飲みたい。スプライト、ビールないのかな。待って、ビールあった。最高すぎる。私の大好きなサイゴンビールがある。ちょっとご飯とかサイゴンビールとかを持って席に着きたいと思います。はい、ということでご飯持ってきました。見てください、めっちゃ美味しそう。じゃん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 。見て、めっちゃ美味しそうじゃない。ちょっと私ホテルの朝ごはんを食べ過ぎてしまったので、こういうスイカとかをたくさん持ってきました。美味しそう。他にもたくさん種類あったんですけれども、ちょっとお腹いっぱいだったのでこんだけになっちゃった。ということでいただきます。見てください、目の前はこんな感じで本当に穏やかです。外の景色はこんな感じでめちゃめちゃ開放的です。見て、めっちゃ天気良くない。ということでいただきたいと思います。こうやってスタッフの方がね、循環してね、めちゃめちゃ気にかけてくれます。見て、私が今ね座ってる席もめちゃめちゃ豪華なの。上にはこうやって絵もあって、そしてこのソファーめちゃめちゃ座りやすいって感じでね、まあ、ちょっとだけお腹空いてきたので、それではいただきたいと思います。ていうかね、聞いて、ここのラウンジ食べ物だけじゃないの。本当に私にとって私得でしかないサービスがありました。なんでしょうか。やばいやばい、さっきエレガントな女性になるって決めたからスイッチ。それでは皆さん見てください、じゃーん、サイゴンビール。ビール飲み放題なの、やばくない。ビールの種類3種類ぐらいあったんですけれども、私は一番サイゴンビールが好きだったので、ベトナムに来て、なのでサイゴンビールを持ってきました。やばいよね、何缶でも飲み放題なんだよ。ということでいただきたいと思います。あー、最高。それではベトナム最終日、ベトナムを立つということで、皆さん乾杯。次、最高。ちなみに現在の時刻朝の9時47分です。朝の9時47分からビール、最高すぎる。昼ビールじゃなくて朝ビールですね。この世に朝からビールを飲む人なんて何人いるんだろうって感じですがね、私はしっかりと飲んでいきたいと思います。最高なんだけど本当に。ということでね、ご飯も忘れずに食べていきたいと思います。いただきます。ちなみにこのラウンジ内なんですけれども、欧米人の男性が一人いるだけで二人っきりですね。今ラウンジ内は私と彼の二人っきりです。キュン。テンションやば、うま、甘い。目の前の欧米人の方は仕事してますね。ビジネスクラスに乗るのかな。すごい仕事ができそうなかっこいい欧米人の方です。 You are cool。 うん、うまい。このスイカ種も食べれるんだけど、全然種食べちゃってる、さっきから。待って、穏やかすぎるんだけど。私の動画を前から見てくださってる方は分かると思うんですけれども、私いつも空港内をさ走り回ってるじゃん。時間ない時間ない時間ないとか言って、搭乗するまでずっと走り続けてるみたいな動画しかお届けできなかったんですけれども、やばくない？この私がラウンジで搭乗する前にご飯を食べている、優雅に。今までじゃ考えられないですね。やっぱ海外に来たら海外マジックが起こるのでしょうか。私が優雅に時間を持って行動できている、明日雷が落ちるんじゃないかなと思います。うんま。それでは皆様、ビールラスト乾杯。待て待て待て、こんなラウンジでさビール缶を潰さない。さっきエレガントな女性になるって決めたじゃんって感じなんですけれども、いつもの癖で潰してしまいました。ってことでね、私はそろそろ搭乗手続きに行かないといけないので向かいたいと思います。それにしても本当に美味しすぎるご飯。本当に幸せ。こんな優雅な時間は過ごせるようになるなんて。藤原のミーの成長。ということで最後の爆食をかまして搭乗手続きに向かいたいと思います。はい、ということで搭乗口にやってきました。10時20分に搭乗口に来てくださいって書いてあったんですけれども、ただいまの時刻10時27分、ちょっと遅れてるのかな。ということでね、私が乗る飛行機が目の前にあるから見てほしい。すごいの、ベトナムエアラインズ初めて乗る。見てください、じゃーん、私が今から乗るベトナムエアラインズ。見て、すごくない？ LCC じゃないからちゃんとした飛行機で、ね、めちゃめちゃ大きいです。すごい、見て、子供可愛すぎる本当に。ということで搭乗口はこんな感じでね、少し混んでいるのでね、皆さんシンガポールに行く人が多いんですね。ということで搭乗時間になるまでおとなしく待ちたいと思います。はい、ということで定刻より10分遅れで搭乗時間がやってきました。今から私が乗る飛行機11時25分発です。
Thank you. Thank you. はい、ということで無事登場できました。よかった。今のところトラブルはなしです。飛行機が約15分ぐらい遅れてるんですけれども、私のせいじゃないですからね。私は今日ちゃんと時間通りに来ましたからね。はい、ということでね、登場していきたいと思います。あー、シンガポールだ、超楽しみなんだけど。ここはファーストクラス、ビジネスクラスの座席ですね。すごい、めちゃめちゃ独特な匂いがします。めっちゃ混んでる、なかなか進みません。はい、ということで無事席に着きました。やばい、めっちゃ混んでる。隣の方もね、全然知らないベトナム人の男の方が座っているんですけれども、ほぼ満席です。私は今ね、知らないベトナム人の男の人に囲まれているので、しかもめっちゃ気まずいのが、私隣にベトナム人の男の方がいるんですけれども、左側にはベトナム人の男の方がいて、ベトナム人の男の方に囲まれてめちゃめちゃ気まずいんですけれども、ベトナムエアラインズ紹介していきたいと思います。飛行機動いたよ、飛行機見てください。今飛行機が動いて、いつもだったら窓側だから飛行機が動くのを見れるんですけれども、お兄さんもね、こうやって写真を撮ってるのであまり見えませんって感じですが、今飛行機が動き始めました。本当に満席なの、ほぼ満席です。やばい、お兄さんがめちゃめちゃでっかい iPad で写真を撮るせいで窓の外が見えません。ということでね、お兄さんのでっかい画面越しに外の景色を見ていきたいと思います。お兄さん見えないよ、お願いだからどいてって感じですがね、お兄さんもね、ベトナムを久しぶりに立ってシンガポールに行くということでね、楽しんでいるんでしょうということで許します。ということで足元はこんな感じで、めちゃめちゃスペースがあります。さすが LCC じゃないので、ゆったりした作りになっていますね。それでは離陸します。離陸している様子もでっかい iPad で撮るので、お兄さんの iPad 越しに景色を見ています。皆さんも見えますか？私は今 iPad 越しに見えてるんですけれど、皆さん見えてますか？あ、離陸しました。離陸したよ、お兄さんお願い、一瞬だけそれどいてって感じですがね、撮るのに必死なみたいです。ということでシンガポールまで2時間のフライトなんですけれども、2時間楽しみたいと思います。隣のおじさまが何かくださっています。あ、すごい美味しそう。 Thank you. Thank you. すごい、なんかくれたよ。優しいね、ベトナムのお兄さんは。 Hi. Where are you from? I'm from Japan. Yes. ベトナム。ベトナム。あ、美味しそう。何これ。 Thank you. すごい、何かいただきました。 Thank you. それでは機内食の前にいただきます。ベトナムの味がする。すごい。Thank you. 待って、やばい。斜め前のお姉さんが大量にくれた。同じ団体の人なんだね。なんかすごいね。お餅かな？お餅の中にエビが入ってるって感じです。ベトナムの香辛料の味もします。美味しい。最高。はい、ということで機内食届きました。なんかね、多分2種類あったんですけれども、ベトナム語を喋ってて全然よく分かんなくて、もうどっちでもいいからくださいって言ったので、何が届いているのか分かりません。ということでオープン。じゃーん。え、何これ、待って待って、何これ、見て。なんかね、匂いもちょっとよく分からない、ちょっとよく分からない機内食が来ましたということで、食べていきたいと思います。見てください、お兄さんめちゃめちゃ優しいんですけれども、てんこ盛りにくださいました。嬉しいけど、これ全部食べられるかなって感じですけど、本当に美味しいから全部食べれそうなので、いただきたいと思います。それでは私のお昼ご飯、お兄さんのおかげでたくさんになりました。こうやってね、ゴミ袋も置いてくれててめっちゃ優しいです。前の人もとっても元気ですね。前後でめちゃめちゃさっきから何か喋っています。外の景色見たいよ。その前に本日のビール、さっきラウンジで飲んだサイゴンビールが美味しすぎてまた買っちゃいました。それではベトナム最後、シンガポールにレッツゴーということで乾杯。うまー。ということでいただきます。これ何なんだろう、本当何の食べ物。麺だ、麺。この白いやつはカニです。めっちゃ美味しいんだけど。うん、苦手な椎茸が入ってるけど頑張って食べます。美味しい。でもね、機内食よりも隣のお兄さんがくれたこのよくわからない食べ物の方が美味しいから、こっちを食べます。これビールに合う。すごい、これ手作りなのかな。美味しい。いただきます。本当にもちもちしてて美味しいの。ベトナムはね、結構お米料理が主流なので、ライスペーパーとかそういうね、ライス系の食べ物が多いんですけれども、これも多分ね、もち米でできてるみたいです。うん、 Thank you. またくれた。
爆食できますね。これなんていう食べ物なんだろう。名前聞きたいんだけどさ、英語も通じないからちょっと多分分かりません。見て、苦手な椎茸も食べれたよ。ラスト、お疲れ様。見て、これさ、デザートなんだけど何だと思う？これ何、これ何なの、これ。ココナッツゼリーみたいなものかな。美味しいけどめっちゃ甘い。あとはね、何にもくるまれてない自家のパンが渡されました。やばい、これも全部食べちゃった。甘すぎるから食べれないとか言ってたけど絶対食べちゃった。やばい、自分の胃が怖い。だって朝さ、ホテルでめっちゃ食べたじゃん、朝食をね。でさっきラウンジでめっちゃ食べたじゃん。それで今だよ。やばいんだけど、これで夕食食べたら1日4食になっちゃう。幸せ。ということで、ごちそうさまでした。はい、ということでお腹もいっぱいになって眠たくなってきちゃったんですけれども、私本日動画を出さないといけない日なんです。なので今から編集を頑張りたいと思います。じゃん、本日出る動画は出発動画ですね。この海外編が始まる一発目の動画です。皆さん見てくれましたか？ということで頑張って編集をしていきたいと思います。やばい、めっちゃ集中してたらもう着陸するみたいです。え、もう陸が近い。シンガポールの陸に着いたんだ。え、やばい、もう着くよ。こうやってね、カメラを構え始めました。また行きと同じだ、お兄さんのカメラ越しにしか外が見えませんが、皆さんも見てください。本当に窓が見えません。あ、見えた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 。着陸するよ。着陸します。3、2、1、着陸。はい、ということでシンガポール空港に到着しました。え、なんかさ、本当にすごいんだけど、シンガポール来るの初めてだから当たり前なんだけどさ、シンガポール空港に来たの初めてなの。本当にやばいんだけど。見て、まず私の目の前にじゃん、空港内に林とめちゃめちゃでかい銅像があります。何これ、すごいんだけど本当に。ということでね、広すぎて今私は迷子になっています。ねえ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 、私のスーツケースどこで受け取るのって感じで、ずっとさっきからうろうろしてるんですけれども、とりあえず無事に自分のスーツケースをゲットしに行きたいと思います。あ、まず入国審査からするのかな。とりあえず入国審査します。はい、ということで無事荷物を受け取ることができました。ていうかさ、本当にやばいんだけど、シンガポール空港やばい、めっちゃ広いの。ということでね、シンガポール空港のシンボルである噴水があるみたいなので、そこにやってきたんですけれども、どこだろう。あ、待って、あった。え、待って、やばいんだけど、すごい。え、皆さん見てください、これ。待って、これはさすがにやばい。それでは目の前の景色を見てください。じゃーん。え、やばくない？この景色。待って待って待って、この噴水やばすぎる。空港の中だとは思えなくない？え、待って、何これ。しかもさ、空港なのにああいうアクティビティもあって、子供たちが遊んでいます。すごい、どうなってんのこの空港。待って、本当に感動しすぎてやばいんだけど。皆さんね、観光客の方々もたくさん写真を撮っています。え、やばい、見て。待って、この迫力伝わってますか？噴水がでかすぎて湿度がすごいやばいんですけれども、最高すぎる。すごい、観光客の方が本当にたくさんいらっしゃいます。え、待って、シンガポール初めて来たんだけど、最高すぎる。もう空港で大満足するんじゃないかっていうぐらいの景色です。はい、ということで私は無事シンガポールに到着することができました。ということで本日の動画はここまでです。あ、本当にシンガポールこっから楽しみなんですけれども、私は今からまず今日泊まるホテルに向かいたいと思います。やばくない？本当にこの噴水、ずっとここにいられるんだけど、どうしようって感じなんですけれども、とりあえず私はチェックインしないといけないので、ここを去ります。皆さん、私シンガポールまで来れたよ。はい、ということでこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どんぶらーこと、シンガポール編も楽しみにしておいてください。バイバーイ。